さあそれではスペースがなくなる前にこちらの大物行きたいと思います。こちらグラフィック社ですね。デザインの引き出しとかを作っている会社さんです。これはねノベルティのトートバッグです。このね福袋を購入したらこのトートバッグいただきました。紙福袋ですね。もうこれ厚さがやばいんですよ。何が入ってるかめちゃくちゃ楽しみなんですけれども、あとはじゃーん、こちらですね。これは両方ともそのデザインの引き出しの付録なんですけど、すでにね1個持ってるんですが保存用として購入しました。これねやっぱね分厚いだけあって、ここ開くとねすぐこう線がねいっちゃうんですよ。これなぜかもう線いってるんですけど、なのでねちょっと傷ませたくないなと思って予備を購入しました。あとこれはね紙、いろんな種類の紙が入ってて、でノートになっているのでね1冊しかないとねもったいなくて使えないなと思ってたので使うように2冊目を購入しました。これ1個ね500円で売ってくれてるので、結構こういういろんな紙のね試せるセットみたいなやつって高いじゃないですか普段。それがね500円ってやばっと思って購入しました。あともう2つノベルティがあって、なんとねこちら軍手ですね。初めて見ましたよ、ノベルティで軍手。Gって書いてある軍手と、あと缶バッジですね。これはなかなか面白いノベルティでございます。豪華なノベルティです。さあそれではこちら開けてみましょう。紙物が詰まった福袋だそうです。お店の人が本当に優しくて、私がすごい吟味してたらなんかお店の人も一緒になって吟味してくださいましたよいしょ、ちょっと豪快な開け方になってしまった。いきますよ、なんかいっぱい入ってる。いきます、じゃん。おお、なんだこれは、なんだこれは、なんかが死んでいる死んでるじゃなくて寝てんのかな、なんだろうこれ。え、藤本勝っていうデザイナーさんが多分書いてるんですけど、すごいなんかね脱力してる。これはなんだろう、ちょっと何の生き物か全然わかんないんですけど、めっちゃ可愛いすごい好きですこのデザイン。すごい豪華ですね、金の缶ですよ。しかもこれ結構使える、かなりしっかりしてるメタルな缶でございます。次がじゃん、あ、デザインフォイルの、これね、ここがこのノートの上の部分が全部金箔に金が反射しすぎてちゃんとピントが仕事してくれないんですけど、こんな感じで全部にね金箔が貼られている、これはデザインの引き出しの付録ですね。これね私も持ってます。こんなね豪華なノートね使えないよって思ってたのでね、これで使えますね。とても綺麗なノートです。さあ次がじゃん、あ、すごい、あ、すごい、めっちゃカラフル、めちゃくちゃカラフルです。いろんな紙が、めっちゃ蛍光、いろんな紙が入ってる、すごい、すごい、めっちゃすごい、こんないっぱい紙が、わあ、素敵。これは紙福袋ですね。そして次がじゃん、はあ、やったー、和紙見本帳が入ってる。これが欲しかったんです。これ単品で売られてなかったんですよ。もう私がね行ったのお昼だったので売り切れちゃってて、もうねないですって言われちゃって、なのでこれが買えなくてショックだったんですけど、まさか付録で入ってた、めっちゃ嬉しい。ちょっともしねグラフィック社の方がこの動画を見ることがあればお礼をお伝えしたい。一緒に一生懸命私がこれを欲しいんですって言って選んでくださったんです。お店の方が自らスマホのライトでね光を当てて中を透けさせて、これじゃないこれじゃないとか言いながら一緒に探してくださったんです。その説はありがとうございました。もうねこれ言うと完全に見バレするんですけれども、この喜びはお伝えせねばならぬ本当にありがとうございます。やった、これはでも超紙袋ですゴッドの方まだ入ってますよ。いきます、じゃん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 。これでようやっと空っぽっていう感じで全貌が見えたんですけど、すごいすごい、いやこれはねお買い得ですね。あ、これも付録ですね、デザインの引き出しの付録だったと思います。それの大きいバージョンかな、付録って書いてないからもしかしたら大きいバージョンかも。それからねなんかすごい紙入ってました。は、恐ろしい、おーおー、めちゃくちゃゴージャスなキラキラな紙が入っております。そしてこれはなんだ、あ、これも金の箱押しのシールですね。めっちゃ眩しいな。すごいすごい、超豪華ですよ。
でまた紙が入ってる。この紙すごいですね。めっちゃエンボス加工されてるホイールって感じです。タケオのプライススケールが入ってましたよこれデザインの引き出しの付録ですね。あとはいろんな紙が入ってますね。あ、これ多分引っ張るとあの網網になるやつですね。あのリンゴを包んでる紙みたいな。この白もそうだと思います。すごい紅白で。これね、京都行く方、グラフィック社さんもしいてね、またこの紙袋やってくれるなら買いですよ、買い。これ何これ、これなんかここが白いなんて言えばいいんだろう。でもこれなんか真っ黒じゃないんですよね。面白い。金の厚紙ですね。いやすごいな。で A4 サイズの紙がねこんだけ入ってるのでね、これはちょっと息子となんか工作に使おう。ありがとうございます。いやもう見バレ覚悟でこのありがとうの気持ちがグラフィック社さんに届くといいな。もうほんとこれが目当てだったんです。はい、こんだけ入ってましたからね、今の1500円の福袋、しかもノベルティ付き、すごい豪華。さあまだまだあります。続きましてがじゃん、こちらです。こちらは絵文字さんのブースで購入しました。まずこれが自分でオリジナルのノートを作れるっていう企画になっていて、 8×8 の正方形のノートですね。これね2個作ってます表紙を選んで、で中の紙も好きに選んで、何センチみたいな感じでこう通す定規があるので、そこに入る分厚さまでなら OK っていう感じで、どの紙を選んでもいいよっていうノートでした。目の前でねガチャコーンってやって穴開けて、リングも好きな色を選んでつけてくれるのでね、私は1冊目は猫ちゃんにしました。大好きな猫ちゃん。で中のね紙はちょっと猫っぽい茶色黄色系をイメージして入れてみました。結構ね全部ね特殊紙選びましたね。やっぱ普通の紙はね買えるんですけど、特殊紙ってこういうところでしかねなかなか買えないので、こういう薄い紙もありましたね。ここもねかなり人気のブースですごい混んでましたね。結構厚かましめにねしっかり自分で紙を選びに行かないと取れないみたいな感じでしたね。こんな感じです。こっちはねなんかちょっとラデュレっぽい感じのスイーツの表紙にしてみました。で中もねちょっとショートケーキをイメージしてみました。赤とかピンクとか、まあ、赤とかね普通だったらノートに使いにくくないって思うんですけど、これ、ね、すごい綺麗な赤なんですよね。なので何かに使えるかなと思って購入しました。こっちはリングがピンクですね。選べる表紙のね種類がかなり多かったのでね、皆さん一生懸命選んでました。さあそしてこちらが電書館で、箱の中にね100枚活版印刷のねカードが入っております。超欲張りセット。このね箱もついてきて1980円だったかな、ちょっとここには値段は書いてないんですけど確か1980円だったと思います。こっちはね1冊600円とかだったと思います。かなり安かった。おーやっぱり100枚のボリュームはすごいですね。こんな感じで全体的にちょっと茶色系が多いのかな。いろんなシリーズがあるんですよ。トゥードゥーリストとか、この草のね使いやすそうなやつとか、ちゃんとね活版印刷になっててエンボスしっかり効いてます。こうまあクラシカルな感じっていうよりはちょっと可愛い系なのかなとは思うんですけど、まあ、なのでねクラシカルなのが好きな方は例えばあの大枝さんの多分テイストの方が好きだと思うし、ちょっとこう可愛くても大丈夫っていう感じの人だったらこっちはかなりお得はお得ですね。いろんな種類入ってて、まあ、なので、ね、かなりほんといろんな種類のあるんで、なんか友達と好みで分けてもいいですよね。すごい使いやすそう。多分今ので全部柄はお見せできたかなと思うんですけど、あとは色が違う感じですね。いやこの箱もいいですよね、かっこいい。続きましてがこちら、じゃーん、田村美希さんですね。ほんとファン多いですよね田村さん。1日目に田村さんのブースに行った時にはまあ午後だったのもあってかほとんどお店が空っぽだったんですよなので全然欲しいものが売ってなくて、ほんと
とスッカスカだったんですよね。なので2日目にリベンジと思って無事2日目にね狙っていたこちらのクマさんと日々のマスキングテープをゲットしました。日々がこんな感じでドーナツとかねバナナとか日常の生活によく出てくる食べ物系が多いのかな。でも四つ葉のクローバーとかもねありますね。裏面がこんな感じ、日々ですね。でこちらがクマですね、クマクマ。これねめっちゃ可愛いんですよね。ちぎり絵でこんなにね動きのあるクマが表現できるのすごいなって思います。本当にめっちゃ可愛い、クマクマって書いてある。こんな感じですね。7メートルあるのもありがたいです。続きましてがこちら、篠塚智子さんのブースで購入しました。この名刺めっちゃ可愛いですよね。ちょっとなくさないかヒヤヒヤして持って帰ったんですけど、切手サイズです。可愛い、じゃーん。猫好きにはたまらない。これね12色の猫って言って、猫がねいろんな色で描かれてるんですよね。めっちゃ可愛い。あ、12じゃなかった、ごめんなさい、11色でした。これもね7メートルですね。めっちゃ可愛いです。まだまだあります。続きましてがこちら、じゃーん、わっかさんの舞一締めですね。和紙のねお店わっかさんのところなんですけれども、2セット購入しました。こっち側が書道半紙の白、引っ掛け和紙ネイビー水玉、メレンゲ色島、クリームとサーモンを選んだみたいです。いやー、でこっちがね色違いのほとんど同じタイプの紙なんですけど、透かしボーダーってやつを選んでたみたいで、オプションについてどこに書かれてあったか全然分かんなかったんですよ。なんでもその場にある全種類欲しくて、残ってた全種類をパパッと選んだんですけど、そしたら1個だけなんかこのプラス600円のオプション料金がかかる紙だったみたいで、ちょっとねこの一押し目だけめちゃくちゃ高くなりましたね、プラス600円ですお会計の時に、え、あれ高くないって思ったんですけど、もう今更言えずっていう感じでね、そのまま入ってお金払ってきたんですけどでもねすごい綺麗に包んでくれてますよね。いやこれねちょっとどうしようかな、皆さんにお見せしたいんですけど、これ一回ほどくと多分もう二度と私は元に復活させることはできない気がするんです。いやどうしようかな。でもなここでね多分開けないと二度と開かない気がするので、一個だけ開けましょう。で何がねオプション料金だったのかっていうのをお見せするために、こっちの高い方を開けたいと思います。いきます。いやこれ絶対再現できないと思う。だってもう分かんないもん。これは難しいな。あ、ここだけほどいたら、あ、ここだけほどいたらいける？なんとかこれでいってはくれなかろうか。よいしょ。あ、無理かな。あ、ちぎれちゃうかな。ちょっとね、ほどいたら二度と戻らないのでそのまんま抜いてみました。まあそれでも戻らない気はするんですけど、あ、一枚の紙で包まれてると思ったんですけど、こうかぶさってるんですね。こんな感じで型紙が一枚載ってますね。じゃじゃーん、こんな感じの和紙ペーパーでございます。これをね4束選んでるんです。それで一つって感じですね。これですね、高かったやつ、ボーダー。あ、これ下にこの濃い色の紙が入ってるからこういう風に見えるわけで、これ何もないと真っ白なのであんまりシマわかんないですね。まあ透けてるっちゃ透けてる か、カラーの紙の上にね貼るとすごい可愛いかなって思いますね。買った後に気づくなって感じなんですけどもう本当にその場にある全種類っていう感じで買ったのであんま見てなかったんですよね正直これが高い正体でした。あとはね、これ可愛い色違いのやつ。こっちは紫と緑にしてるんですけど、こっちはね、クリームとサーモンなんで、ピンクと白ですね。もう選べないので、全部と思って買っちゃいました。舞一締めを作ろうは、通常1個1500円なので、まあ、プラス600円でね、これだけ2100円の一締めになってますけど、めっちゃ可愛いですよね。いっぱい入ってるのでまあガシガシ使えるかなっていう、むしろここをほどくことが一番の難関かもしれない。この舞一締めをほどいてしまっていいのかみたいなね、そこの壁が一番分厚いですね。これもすごい綺麗です。すごい光沢のある感じの和紙ですね。これはどうやって使おうかな、ちょっとなんかいいアイディアあったら教えてください。
可愛いですよね。まあ、これもね午後に行ったので、こっちのこのオプション料金のやつとか、あとスカシ市松もなかったのでなくなってるやつもありました。はい、私にはですねやっぱりもう一度一締めをするのはハードルが高すぎたのでね、四つ角をセロハンテープで止めましたということでね、こんな感じで普通に蓋として使うようにします。まあ、これならね気軽に使えるし、この一締め感もねまあ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 まだ残ってるかなということで、これでいきたいと思います。テープでね留めちゃえば箱と一緒なのでねさあまだまだあるんです。ここで一度飯テロ入りましょう。じゃーん、コバとパン工場でございます。これは1日目に購入したのでね、もう他の缶はほぼ売り切れで、これもラスト3つぐらいの時に急いで購入できたっていう感じでした。これね1800円だったと思います。1個は欲しかったんですよね、コバトパンの缶が中身はこんな感じで、あーかわいいですね、キャンディーみたいになってるけど、これチョコレートですね。コバとチョコレートって書いてあります。あ、めちゃくちゃいいイチゴの匂いがします。至福のイチゴチョコレート、これねめちゃくちゃいい匂いしますね。あ、もうやばい、これも家族と食べたいけど1個ぐらいバレないかな、中身見てみたいですもんねあ、すごい、もっとこうよくあるね薄いピンクのこうつるっとしたチョコなのかなと思ってたんですけど、なんか高級感があります。こんな感じ、中にアーモンドが入ってて外がねいちごチョコでコーティングされてるっていうお菓子ですね。すごいね高級感がありますね、すごい可愛い、しっかりといちごの匂いがします。それではいただきます。いやすごい、いやすごい、これはね美味しいです。全然想像してたのと違いました。あのすんごい失礼な話をすると、正直私このコバトパンさんが人気なのってみんながこの缶を欲しいからだけだと思ってたんです超失礼ですよね。中のクッキーとかは、まあ、普通にね美味しいレベルで、もう缶が可愛いっていうところが人気なのかなって勝手に想像してたんです。いやこれはね違いますね、これはね中身が中身の方が人気なんじゃないかなっていうぐらい美味しいです。すごい口に入れた瞬間はすごいイチゴの香りがふわってするんですよ。でしかもそのイチゴの香りも本当にイチゴの香りなんです。よくあるあの子供歯磨き粉みたいな、ああいう作られたイチゴの味じゃなくてちゃんとイチゴの味がする。でもその後にイチゴで終わらないんですよね、ちゃんとその後にしっかりとチョコレートの味がするんですよ。だから口が甘々にならないんですよね。でこのアーモンドも、アーモンドってねかなり油分がね多くて、私正直ちょっと苦手なんですよ、食べるとすぐ吹き出物できちゃう感じなので。でもこのアーモンドすっごいカリッといられてるのか全然油っこくないんですよ、すごいさっぱりしてる。安いチョコレートとか食べると口の中どんどん甘々のネチョネチョになっていくじゃないですか、食べ終わった後もさっぱりしてるんですよね。しかもアーモンドの旨味だけが残る感じですごい美味しかったです本当に超美味しかった。これをお土産とかでもらったらめっちゃ喜ぶやつですねすいませんでしたって感じです。もう今心の底から謝りたい。しかもカードもめっちゃ可愛いですね。これコバトパンさんのショップカードもめちゃくちゃ可愛かったんですよね。コバトパンさんめちゃくちゃいっぱいショップカードあって、なんかどれがどれか分かんなかったんでとりあえず全部もらってきたんですけど、どれも可愛いんですよ。普通にね素材とかでがっつり使える感じのすごい可愛いカードたちでした。いやこんな美味しいと思わなかったな。いやすごい、缶も大満足、味も大満足のコバトパンさんでした。さあ飯テロも終わったところでどんどんいきますよ。こちらはじゃーん、あ、MA7 スタンプさんですね。ここもね結構おしゃれなスタンプ売られてたんですけど、私が選んだのはクマさんのスタンプでございます。クマが座ってるやつとクマが丸まってるやつなんですけど、この丸まってるやつはツイッターでもつぶやかれてたんですけど、こういう風にね回転させて押すことでゴロゴロしてるクマさんに見えるよみたいな、そういうね可愛らしいクマさんでございます。これね両方とも1個1000円ですね。正直最初見た時はねこんなちっちゃいのに1000円か、どうしようって、もうかなりね予算パツパツだったのでね悩んだんですけど、もう可愛すぎてこれは1000円の価値があると思って買いましたこのスタンプはスタンプ押し放題の時に惚れて購入したものの一つですね。
そうなので予算外だったんですよ。それもあってね、最初うって思ったんですけど買ってよかったです。さあ続きましてがこちらオソブランコさんですね。マステを買いました、ね、ずっと気になってたこのうつ伏せと恥ずかしいってやつ、めっちゃ可愛くないですか。みんな恥ずかしがってるんですよ、いろんなキャラが。めっちゃ可愛いんですよね。これが恥ずかしいマステ500円です。お値段もね優しめで嬉しいですね。でこれはねみんなうつ伏せなんですよね。ペンギンまでうつ伏せですからね。人なんてちょっと死体みたいになってますもん。犬も可愛い。いやーこれはやばいなと思って買いました。やば可愛い。でこちらはミケですね。ミケなのかマイクなのかどっちなんだろう。ミケかな、やっぱ猫だから。これもねなんかすごいこのシュールな感じが好きで購入してしまいました。猫だしね、ミケマステ。そしてこちら愛しの DDR ベア。これね顔だけのやつもあるみたいなんですけど、私はこの縦長のクマさんがいっぱい並んでるやつにしました。これならねコラージュ素材としても使えるなと思ったので可愛いですね。いやこんなにマステを買う予定じゃなかったんですけどね、気づいたらねやっちまってました。さあ続きましてがこちら、じゃーん、ますます場所がないんですけれども、じゃーんようやっと場所ができました。こちらは山本修行さんのビュッフェ山本ですね。今回から始まった新しい企画、ビュッフェ山本でございます。いや本当はね今までやられていた山本修行ミニっていうねコンテナにね木のパレットと一緒にコピー用紙の束みたいなやつを入れていく、あれをやりたかったんですけど、今回はね新しい企画ということでこちら参加してきました。1回1800円だったかな。こちらをね1回外すともう二度とかけられない自信がある紐なんですけれどもこんなねタグも選べました。どれがいいって言われて4種類ぐらいかなあったんですけど、私はこれにしました。で箱もね選べましたね。4種類か5種類かちょっとごめんなさい覚えてないんですけど、何種類かあったうちの一つを選ぶ感じでしたね。まず箱を選んで、でじゃじゃーん、こんな感じでポストカードサイズを4束と名刺カードサイズを4束、そしてミニケーキって呼ばれてたんですけど、これ色いっぱいあってでもすでにこう束になってるんですよ。それを好きなの選んで1個と、あとこのラベルを1個とチケットとかステッカーだったかなのどっちかを選べるんですけど、私はチケットを選んできました。このセットで1800円ですね。今回私が選んだのがこういう紙たちです、まあ、全部ね特殊紙、楽しいやつ選んできたんですけど、結構ねいつ行くかによって何の紙の種類が出てるかは運次第っていう感じでしたね。私がいた時もこれがなくなってるから補充してみたいな感じだったんですけど、補充された時に違う紙になってってるんですよ。まあ、なので本当にいつ行くかによって出会える紙が違うんだなと思いました。名刺サイズがこちらですね。こういうねなんか薄いやつもありましたね。これね薄いやつね模様がついてるんですよ。ちゃんと見えるかな、あこうすれば見えますね。そうそうちゃんと模様がねついてるんです。結構薄めの色が多かったのか、なんか地味な箱になったなと思ったんですけど、ケーキはねなんかもう結構こういう地味な色しか残ってなかったですね。もしかしたらもっと派手な色とかもあったのかもしれないんですけど、もうね午後に行ったのでね選択肢が少なかったです。ラベルとかね結構立派なんですよね。でチケットもこんな感じですね。フライデーナイトとか書いてある、プリントされてるのかな。でこれにこのロー引きされてるね山本ペーパーの名刺みたいなのがプンと乗るという、じゃじゃーんっていう感じですね。選んでる時はねとても楽しかったです。ただちょっと思っちゃったのが、もし自分でこの選ぶ楽しみっていうのがなくてもいいやって思う方だったら、すぐ隣で売ってた1キロのねお楽しみパックを買った方がお得かもしれない。紙の量だけを求めてる方はお楽しみパックの方がいいと思います。1キロ入ってで1100円なので、こう自分の好きな紙をね必ず選べるわけじゃないから、外から見えますけど枚数とかも少ないかもしれないし入ってるかもわかんないけど、まあ、量はかなり1キロのやつ多いので、もうこの紙が欲しいんだみたいなのじゃなかったら、値段的にも量的にもお楽しみパックの方がお得かなとは思いました
まあ私がね、山本修行ミニをやりたすぎて、ちょっとこのビュッフェに対してのね、楽しみ感が減ってるっていうのも、まあ一個の要因だとは思うのでね、あくまでも個人的感想なんですけれども、これをやった後にお楽しみパックを見た時に、え、お楽しみパックやばくないって思っちゃったんですよ。ただね、これはね、この箱もついてくるので、多分ね、こう個人差分かれると思います。どっちを選びたいか。まあでもね、楽しかったです。楽しかったのは本当。さあ、いよいよ本当に置く場所がなくなってきたんですけれども、まだまだあります。次がこちら、クンペルさんですね。切符の会社さんでございます。こちらで購入したのが、じゃじゃーん。いっぱい。じゃん、こんな感じで、まずこの私の気持ち切符のビュッフェですね。まず箱になるね、こちらの紙を選んで、これは自分で箱を組み立てる感じですね。もう組み立てちゃおうかな。はい、これね、多分今箱に収まってないからすぐ開いちゃうんだと思うんですけれども、かなり簡単にね、組み立ちます。折るだけですね、本当に。で、こんな感じですね。いい感じ、感じ。ちなみに、この上の蓋の部分とこの下の色は選べました、それぞれ。だから好きなね、組み合わせを選ぶことができます。なんとなく私は気持ち切符なので、ハートの象徴の赤にしました。で、15枚好きな言葉を選べます。なのでね、心を込めてとか、センキューとか、元気になれとか、心込めてをね、いっぱい買いましたね。何にでも使えるなと思って、あとありがとうですね。そしてこちらが気持ち切符ガチャですね。これは1回いくらだったっけな、400円だったかな、300円だったかな、ちょっとごめんなさい、覚えてないんですけど、ガチャガチャにね、この気持ち切符が入ってて、何が出てくるかなっていう感じでした。1回だけ記念に回してきました。中には10枚入ってるみたいですね。お疲れ様、ありがとう、元気になれ、ご褒美、ほんの気持ち。あ、でも、ほんの気持ち確か売り切れてたので、ガチャじゃないとね、手に入らなかったやつですね。心を込めて、お世話になりました。片道切符。Have a nice trip。旅立つ人へのプレゼントですかね。で、Merry Christmas。すごい。これは多分ガチャっていうぐらいですから、中に何入ってるかはランダムなんでしょうね。まあ、なのでね、売り切れてる券とかがこう入ってたりするっていうのはかなり嬉しいですよね。貢献っていいですね。このクンペルさんのこの気持ち切符はね、もうずーっとずーっと前からね、やりたいやりたいやりたいって思ってたんですよ。紙箱をね、楽しみにしてたんです。さあ、そしてノベルティでこちらをもらいました。1日目にね、行った時は遅すぎてもうないですって言われちゃって、まあ、なのでこれをね、2日目に買おうと思って、2日目にね、これをいただきました。パッチンもやってきました。可愛いですよね。いや、これめちゃくちゃ欲しかったんですよ。150周年、すごい。まあ、そうですよね、切符もう今じゃなんか切符超レアですよね。まだ若い子切符知ってんのかなってぐらいの感じなんですけど、このね、ノベルティを入れたくて、そのためだけに買いました、これね。そういう方多いんじゃないかなと思います。あ、できたできた。これ中身交換したいなとか、ちょっと今ここにゴミ入っちゃったんですよ。だからこれ取りたいなと思ってたんですけど、なんとですね、注意書きで一度蓋を閉めると取れなくなりますって書いてありました。残念、このゴミも記念ですね。皆さんよく拭いてからね、つけた方がいいと思います。いや、かわいい、嬉しいですね、念願かなった。さあ、どんどん行きます。もうほんと自分でもどんだけ買ったんだっていう感じなんですけれども、こちらは水島さんですね。いや、もうね、ほんと大破産ですよ。正直文具女子博より買ってるんじゃないかな。私がまさかこんなに上沼に入ると思いませんでした。水島さんのいろいろメモパッドを買ってみました。すごいね、いっぱい入ってるので、あとこのクリップがいいなと思って買いました。このね、いろいろメモパッドは確か660円とかそんなもんだったと思います。もっとね、大きいサイズのいろいろ袋みたいなのもあったんですけど、こっちはね、お安いのにこんなに入ってんのかと思って購入しましたね。あ、クリップの跡ついちゃうのか、なるほどね、まあしょうがないですね。さあ、どんなのが入っているのか私もね、知らないのでね。飲み物とかしましま、あ、すごい綺麗なクレヨンで描いたみたいなやつとかですね。結構カラフルですね。かわいいワンちゃんだ、ブルドッグ、山みたいな。
やつとか。あ、だるまさんがいますね。結構こう抽象的な模様が多いかな。丸とかね。あ、これすごいしっかりしてる。パンダかわいい、かわいいですね。線でもね、コラージュにめっちゃ使いやすいだろうなと思ってね、買いましたね。こう切って一部だけみたいな感じで、あ、これかわいいな。使えますよね。完全ランダムで入ってるっぽかったのでね、吟味してきたんですけど、また別のも買えばよかったな。これ面白い。外国っぽいおじさんの絵。かわいい。あ、これ嬉しい。トラさん。これかわいいですね。スワンボートだ。かき氷もある。8って書いてある。結構ナンバーもちょいちょい入ってきますね。あ、これさっきののモノクロだ。飲み物のモノクロですね。しましま。え、なにこれ。めっちゃ面白い。猫の手太。かわいいな。最後の最後に強烈なの入ってましたね。いや、これは楽しいな。いろんな使い方ができそうですね。なんかこれをうまく使うセンスが欲しい。手のひらサイズなのでちっちゃいんですよね。まあ、ちっちゃい分お安いんですけど、まあやっぱり切って貼ってのコラージュ素材かな。なんか他にね、いいアイディア知ってる方いたらぜひコメント欄で教えてください。すごい、水島さんのショップカードめちゃくちゃシンプルです。薄いしセンスを感じますね。さあ、まだまだあります。続きましてこちら、じゃじゃーん、中いつこさんのマスキングテープです。これはね、インスタグラムだったかな、見た時にもう可愛いと思ってね、本当は全種類欲しかったんですけれども、厳選して3つ購入しました。まず琥珀鳥がこんな感じでね、夜の湖って感じで白鳥が泳いでおります。可愛い。裏がこんな感じ、10メートルありますね。そして次がウサギ、すごい可愛いです。ちょっとね、模様が違うウサギさんが並んでますね。これも7メートルですね。そして大好きな猫ちゃん、猫がゴロリーンってめっちゃ可愛いんですよ。こう伸びてるの、丸まってたり、あー、このお腹出してる無防備なやつやばいですね。私も猫飼ってるんですけど、うちの猫は悪いことして怒られるって分かると、多分降参ってしてんのか、お腹をベーンって見せて伸びますね。あとはめっちゃリラックスして寝てるときね、もうなんか溶けてます。さあ、ようやっとちょっとだけ減ってきた感じなんですけれども、続きましてがこちら、テープが開いちゃってますね。こちらはコトリコトリさんかな、来たのがマステとスタンプですね。いや、本当はね、デザインペーパーだけで我慢しようと思ってたんですけど、デザインペーパーを見たらね、欲しくなっちゃいました。こちらは縦向きにね、女の子が描かれているもので、結構女の子が大きめに描かれてるので、こう一人一人ね、切ればコラージュの素材としても使いやすいなと思ったので購入しました。10メートルありますね。ありがたい。そしてこちらもね、めちゃくちゃ可愛い女の子です。ヘアスタイルがね、注目されてる感じのマスキングテープになってます。めっちゃ可愛い。10メートル。 iPhone の充電が切れてしまって、こちら2つの紹介が漏れてしまったので、別日に差し込み動画を撮っております。まあ、こちらですね、コトリコトリさんのマスキングテープ。クマさんがクリームソーダを持っている柄なんですけど、新しくなってみたいで、こうかき氷を持ってるバージョンも一緒に入ってるタイプのマスキングテープになってます。なのでね、これは欲張りセットですね。クリームソーダとかき氷のクマちゃんがおります。めっちゃ可愛いですよね。夏に大活躍しそうなマスキングテープです。そしてこちら、ハンコですね。こちらもね、全然買う予定になかったんですけれども、すごい女の子可愛かったのと、この猫が後ろから覗いてるのがすごい可愛いなと思ったので、あのお会計の時にね、急遽これもお願いしますと言って購入しました。このね、下の部分が平面なので、マスキングテープの上とかに押しても可愛いだろうし、コラージュとかでね、メモとかを貼った上に押してもすごい可愛いなと思ってゲットしちゃいました。結構ね、盤面ちっちゃめですよね。